白日遺石群は、鹿児島県の奄美群島機械島の平安時代から室町時代にかけての遺跡群。機械町、白飛斎集落周辺で発見された8カ所の遺跡の総称である。平成29年に、白日遺石の名称で、国の史跡に指定された。山田藩大石大規模な集落跡で、平成15年に調査が開始された。 平成25年現在も発掘調査中。徳之島のカムイやキカマアト遺跡などと同じく、南東市の大きな発見として注目されている。山田半大遺跡、藩田口遺跡、前端遺跡、大府遺跡、半大遺跡、山田中西遺跡、小羽遺跡、赤蓮遺跡の8カ所で、史跡に指定されたのはそのうちの前から5カ所である。島中央部の高台に位置し、 遺跡の推定年代は9世紀から10世紀の初期、11世紀後半から12世紀の中期、13世紀から15世紀の後期に分かれる。数百棟の掘立柱建物跡や土工房、火葬房が確認され、その数や種類の多さは南西諸島では他に類を見ない。12から13世紀の屈葬房の調査では、本土中世の仏教思想に基づく埋葬方法と、 同形式と推定されている。出土品では、多財布出土品と同型の弾きに始まり、越州要系政治や朝鮮系無友闘期初期高麗政治など、中国や朝鮮半島の当時期が確認されている。最近の調査では12世紀の製鉄炉跡も多数、発見された。日本気略長徳4年に、多財布が東島に対して暴れ回る。 南蛮人を捕らえるように命じ、翌5年には、太宰府が朝廷に南蛮人を追悼したと報告していることから、機械島にはそれだけの機関や勢力が存在していたと考えられていた。なお、奄美群島の中心部から離れた機械島に拠点が設けられたのは、島にハーブが生息していないことが理由の一つではないかと見られている。遺跡の推定年代の末期は、 沖縄本島の宮間時代に始まる琉球王国、成立時期ともり、第一直し久さによる機械島征服は1466年で、あるが、集落の終焉と直接の関係があるかはわからない。機械島の勢力は、夜行外交易を通して、博多商人の交易網に組み込まれ、そこから朝鮮半島の技術を導入して、 徳之島でカムイアキを作成させたのではないかとの推定もなされている。琉球のグスク時代諸島、琉球湖の各当初にて交易愛移住により基礎を築いた勢力の一つに白被災石群に拠点を置いた機械島勢力があるのではないかという説が立てられている。最新の発掘調査では白被災石の西にある沿岸部のテクズク遺跡群も注目されており、 年代は14世紀から15世紀と推定されている。ありがとうございます。